中層の魔術師なんていうセカンドネームを持っている、このねフィッシュローラー、はい、まあレイドジャパンから出ているワームです、はい。今回はこれを徹底解説しようと思います。さあまず、このフィッシュローラーのコンセプト、まあ誰でも誰がやっても、綺麗なロールを出しやすい、ミドストホバスト系のフィッシュ系ワームですよっていう、ものになります。はい、じゃあ一体全体他の、まあ、ホバスト系ミドスト系ワームとどう違うのかっていうところなんだけども、はい、これは体をズバッと切って断面を見ると分かりやすいんですけど、四角に、形成されてます。体が真正面から見ると分かりやすいと思うんだけどね。それによって非常にロールを生みやすく、している。でかつ、まあこういった、フィッシュテール系って言ったらいいのかな、魚型のワームっていうのはホバストミドストで使うってなった場合に必須条件として浮力、これが必要なんですよ、うん。なので、中を中空にしているモデルっていうのが、まあ、多く存在するんだよね。普通はこう頭がスッとこう魚型のワームっていうのはスッとこう尖ってるって言ったらちょっと大げさかもしれないけども、こういう風なね三角状になるところがフィッシュローラーはストンと切り落とされたような形になってるんだよね。そうすることによってこの頭の部分っていうのの面も設けてます、頭が尖ってるもの、そしてそれでいてエラもなくてつるんとしたボディのもので、ホバストミドストをやろうとするとどうしてもシェイクのね、テンションがかかった時に前に行きやすくなっちゃうからね、水を切っちゃうから。でもそれを水を切るんじゃなくて水を正面から受けるから、なるべく前に行かないように、かつ抵抗感をしっかりと出すことによって、あ、シェイクしてる、今ワームまで振動が伝わっているっていう、このね手元に伝わる、感度って言ったらいいのかな、そういった面でも、比較的、ものすごくアップしてるものになります。移動距離が抑えられて、かつ、頭の部分を肉厚に形成することができますよ。肉厚に形成することができると、さっき言った中を中空にした時に、柔らかいものが薄くなることによって起こる身切れ、これを、極力防ぐことができるんです。で、もう一個、対抗があって面で切り落としていて頭を肉厚に作ることができて、太さもね、さることながら、ボディがね、比較的重たいです。それによって今までホバストっていう、まあ、0.3g 未満のネイルシンカーを打って使う、で針も軽い、そういったライトリグでワームの自重で、飛ばさなきゃいけないようなリグっていったところに対して飛距離、これがねどうしても生まれにくかったっていうのがデメリットとしてホバストはあったんです。それを、徹底的に改善しなきゃいけなかった。まあなんせおかっぱりでね使っていくときに飛距離はやっぱりどうしても大事ですから。というわけで肉厚に作って、対抗も稼いで、で面で切り落とすことによって頭の比重もね、重くして頭をもうちょっとこう肉厚に詰まらせることによって、重くしたことによって飛距離が出たっていったところになります、まあ、これらが、フィッシュローラーの大きな特徴になります。さあ次、リグですね。リグっていうか、まあどういう使い方をしたらいいのっていうことになるんですけども、まあ基本的にはって言ったらいいかな、オーソドックスなところで言うと、まあ一番ベターなのはまずこれホバスト、ホバスト用の専用フック、これを通してもらってつけてもらって、比較的軽いネイルシンカーね、ものすごく軽いネイルシンカーを入れることによって、動いたとしても前に来たとしてもものすごくゆっくり、時間をかけて時間を稼ぎながらね、目の前にいる魚により多く見てもらう時間を与えてあげるよっていうのがホバストです。はい、まあ、このリグが、まあ、基本的には、専用でって言ってもいいぐらい特化させたものになります。フィッシュローラーね、ホバスト非常に相性がいいものになります。でどんな、ウェイト、どんな、針をやればいいんですかっていう人、まずね、ホバスト、これは、ホバーショットっていう流儀から出るホバーショットっていう針があるんだけども、4インチであれば大きくても2番、もしくは3番を使ってあげてください。でネイルシンカー4インチの場合は、0.4 もしくは 0.3 です。はい、そこがもうど真ん中、頑張って重くしてもマックスで 0.6、でもね 0.6 はね正直いらない、なぜならジグヘッドで 0.6 は存在するから。で次3インチね、3インチは、ネイルシンカーの重さは 0.3g、 これが基準になりますね。4インチは 0.4 もしくは 0.45、3インチは 0.3、 これが基準です。
大きい分ワームが大きくなる分その分浮力が高くなります。3インチのフィッシュローラーで 0.3 を扱ってる感覚で使いたいなら4インチをね使いたいなら0.45 もしくは 0.4 これを入れてあげると、まあ、3インチで 0.3 のホバストをしてると同じぐらいのレンジをゆっくり通してくることができます。はい、なので気持ちウェイトは4インチの方が気持ち重くなるよっていうことは肝に銘じておいてください。ほらねえ、すごくいい魚じゃない、フィッシュローラーのホバストね、3インチのホバストだけど2月の頭ね、そういった時でもちゃんとしたところにねきちんと入れ込んでホバ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 ってしてやればこうやってねナイスないいやつが出てくる。で次、まあホバストができるのであればもちろんのこと、ミドスト、さっきのホバスト専用フックとは違ってジグヘッドですね、ジグヘッドリグになります。頭から普通に刺してもらったジグヘッドリグ、これで、投げてある程度のレンジまで来た時にホバストと同じようにシェイクをしながらリーリングしていくことで中層とかね、その下のレンジっていったところをロールしながらロールしながらクイ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 と、ホバストよりも早く引っ張ってくることができる。だけどクランクベイトとかスピナーベイトとかっていうほどのアピール力もないし、クランクとかスピナーベイトほど早くもないよっていう、まあ、ゆっくり中層を通してこれるよ、中層より下とか通してこれるよ、でこっちはより、ジグヘッドのものよりもゆっくり、もっとゆっくり表層だよね、水面近くもしくは中層この辺を通してこれるよっていうものになります。ジグヘッドの重さ4インチの場合であれば 1.3、 これがもうど真ん中です。はい、ど真ん中。そして針の大きさもやっぱり2番3番、もうこの辺です、4インチであっても。はい、で、1.3 を真ん中と捉えて、浅くゆっくりというキーワードを使っていきたいなら、ウェイトを軽く 1.3 を真ん中として軽くしていく。で、深いところもしくは、同じレンジでも早くね、深い速い、このキーワードを当て込めていきたいときには重くしていくね、そういった感覚でウェイト調整をしてあげればバッチリだと思います。ちなみに3インチのど真ん中ゾーンは 0.9 です。このミドストホバストをする時の、まあ、よく来る質問、フィッシュローラーね、ロールが売り、誰でも簡単にロールしますって言ってるけど、ホバストしたけどロールしないんですけど自分のフィッシュローラーっていう人いると思うんだよね。いると思います。はい、僕もありました。で、これ決定的に解消する方法があります。まず一つね、針をやっぱりね極力小さい方にしてあげる方がいい。3番とかね、2番3番っていうのは守ってもらいたいね。大きいから、大きいワームだから大きい針1番とかねつけちゃうとロールが出にくくなる。そしてもう一個、頭にここにね3つ点々点ってねポッチがついてますね、ここから針入れてね、もしくは、愛がここに来るよっていうものになるんだけど、前の方、頭の先の方に行けば行くほど移動距離を出しやすくなります。後ろの方にやればやるほど移動距離を遅くすることができます。移動距離を遅く、ロールをパワフルに、ね、で移動距離を軽快に、かつロールも軽快に、それが前の方ね。でこれちょっと覚えてて、で、ロールもね後ろの方が割と出しやすい、個人的には。まあ、面で受けてくれるし、水を受ける面が多くなる分移動距離をね抑えれて、かつ竿にね、きちんとワームの重さが乗るからね。で次、まあミドストホバストともにですけども、ウェイトは重くした方がロールは出ます。はい、これはもう、間違いありません。ウェイトは重くした方が出ます。つまり詰まるところ軽くしたらロールは出にくくなります。はい、じゃあ軽いホバストとかね 0.3 とか軽いウェイトを入れるのにロール出ないってどうすんのよって思うかもしれないですけども、その場合はですね、頭のこのアイの部分に、まあ、デコイっていう、メーカーから出てるアイガードっていうゴム感みたいなのがあるんですよね。アイをこう、アイと結び目を一直線上にしてくれる、パーツがあります。それをしてくれると非常にロールが出しやすくなります。でこれなんでロールが起きにくいかっていうとですね、アイから結び目が上を向くんじゃなくてこう向いちゃうんですね。ピュッて投げた時の遠心力、もしくは投げて遠くになればなるほど角度がつきにくくて前に糸が持っていかれるんで、糸が前に行っちゃうとどうしてもロールが出にくい。だから飛ばした時っていうのはロールが出にくくなります。
なので近距離中距離だと比較的ロールが出やすいっていうのはそういうこと、愛が上に向くからね。角度が上に向いてる状態でのシェイクであればロールが非常に出やすくなります。はい、ミドスとホバスと全てのワームに言えることね、このテクニックの常識って思ってもらえたらいいかな。はい、フィッシュロアに限らずです。はい、で、あと足場の高いところね、足場の高いところからであればまあ遠くに投げてもロールしてくれます。でもう一個コツは重さがかかるぐらいでシェイクしてください。はい、ワームの重さがティップにクッ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 と乗るぐらいのシェイクでやってあげてください。そうすると、綺麗にロールが出ます。でこの時にもう一個コツとして、シェイクを細かすぎるシェイクをしちゃうとロール出ません。これはちょんちょんちょんとシェイクをした時に面で受けることによってロールを発生させてます。つまり、クックンクンというこの衝撃っていうかね、水を前に受けるっていうこの振動衝撃が弱いとロールっていうのはすごく弱くなっちゃうんですね。人間から見たらほぼほぼロールが出てないように見えちゃう。まあ実際はちょっとロールしてるんですけどね。でも人間から見たらあれロールしてなくねってなっちゃうんですよ。なので割とちょんちょんちょんミドストなんかでやったらすごくわかりやすいかな。足元とかでね細かくやるよりもちょん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 ってちょっとこうリズミカルに一定のリズムで、かつ竿にねワームの重さがクックックックってかかるぐらいでやってあげるとギラ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 なるんですよ。なのでそれをイメージしてください。遠くに投げてかつ細かいシェイクでビリ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 ってやっても実際はテールだけピリ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 ってなってただけでほぼほぼロールしてません。はい、まあホバストってね一定の場所でとどめる、一定の場所で動き続けるっていうのが売りなんで、別にロールしなくても釣れます。むしろロールさせない方が釣れる時もあります。はい、なので、まあ、そこはね竿のその使い方で、やってあげてください。ゆっくり巻いて糸ダルダルにしてシェイクだけ小刻みにやってればロールはせずにピリピリピリとなりながらレンジだけ一定の場所で落ちていきます。こういう使い方もホバストの、まあホバストの真骨頂だよね、ホバストらしい使い方で一発取れますね。まあ低水温期とか玄関期とか寒くなって動けない魚であればあるほど、タフであればあるほどそのやり方は効きます。できちんと持ってきたい、ロールさせたい、明滅させてきちんと、線で引いてきたいよってなったら、やっぱりさっき言ったみたいに竿にきちんと重みを乗せてあげてリーディングスピードもちょっと、ちょっとずつ回収していく、まあ、ゆっくりではあるけどきちんとラインスラックを、叩けるレベルにはシェイクしてください。はい、ね、糸のたるみをこうやってなびかせるっていうかな、波打たせるぐらいの感じでね、竿を振っていただければまあ、比較的きちんとロール入ります。でもう一個、ロールをねきちんと出して使いたいのであれば3インチよりも4インチです。浮力が高いものの方がロール出ます。でアグレッシブなロールも出ます。明滅も範囲が広くなります。非常に視認性も上がります。まあなので、ロールを出したい、ロールをさせてきちんとフィッシュローラーをねロールさせて使いたいっていうんだったら3インチじゃなくて4インチを使ってあげてください。見て丸のみ、深いとこ行ったね。あでも薄皮だったね、すぐ外れた。フィッシュローラー4のミドスト、ね、0.9g ジグヘッドね。これでも中層なんだけど 0.9 にすることによってすっごくゆっくりロールさせることができるからレンジキープ力で次、じゃあホバストミドスト専用ですか。まあ、そういう人もいると思う。ホバストミドスト専用で使う人もいると思うんだけども、ホバストミドスト専用ってわけではないんだよね。でも重きはその2つで、例えばこれオフセットフックですね。はい、オフセットフックを用いたノーシンカーリグね、これも僕は、非常にフィッシュローラー使い勝手が良くて好きで使ってます。特にまあ魚が浮いてる景色で、まあ、I 字形のような持ってき方もしながらのトゥイッチを加えると、まあ、針の重みがねホバショット、ホバストとかみたいな針が軽くないんで、針の重さでゆっくり沈むし、I 字形のように持ってくることもできるし、仕掛けたいところではちょんちょんってやるとピピピッとエスケープダウトしてくれるね。ピピピピピッと、はい、これによってまあ逃げる小魚パニックベイトっていうのを演出することができるんで、そこでスイッチを入れてもらってボーンとね、水面カチ割りなんてことも全然ありますんで、こういう仕掛けもできます。で、次ですね、同じような用途になるんですけど、マス針を顎下から頭に向けて、
貫通させて使うこのちょんがけスタイルね、ネイル進化を入れると I 字引き、これが可能になります。針はねこれ2番を使ってあげた方がいい、はい、4インチ3インチともに2番ですね、マス針は。でちなみにオフセットは、4インチは30で3インチはまあ1020ぐらいかな。マス針を今度、背中、まあ、こういうワッキー状態ですね、はい。でフィッシュローラーはさっき言ったみたいにこういう四角の面なんですよね、断面が。なのでこの面の角、この角の部分にマス針を刺してあげる。でこうすることによって水面でねピク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 って、まあ、水面ピクピクなんてねピクピクって俗に呼ばれてますけども、水面で死にかけの小魚を演出したりすることもできます。で角に、刺すことによって、まあ、ちょっとロールチックにね、こうロールチックに動いてくれる。明滅とか、もしくはただピクピクピクじゃなくて明滅しながらロールしながらのピクピクピクっていう風にもうちょっと生命感を出すことができるんで、このセッティングおすすめです。まあ意外かもしれないけども、はい、吊るしですね、エグ玉タイプレベル、はい、これのトレーラーとして、吊るしスモラバのトレーラーとして使ってあげる。実はこれもまああまりやってる人はいないけど、やってる人たちの間ではものすごい超過を生み出している釣り方、使い方です。はい、まあレイドジャパンのローカルアングラーの方ですね、サポートを受けてるローカルアングラーの方たちはやってる人はごく一部いますね。まあ、レイドファンの間でもやってる人はごく一部いるみたいです。はい、で、個人的に結構好きでやってるのがこれ、はい、チャターベイトのトレーラー、はい、意外といいです。はい、特に相性がいいのはね、マックスブレードタイプスピードね、うん、タイプスピードをあれファンタスティックをトレーラーにしちゃうとちょっと長いね、重いね、でかいね、うーん、もっと言うとトレーラーフックつけたくなるぐらいちょっとなっちゃうねっていう感じだけども、4インチのフィッシュローラー、これをねタイプスピードにつけてもらって、セットしていただくとすごくねサイズ感もいいし、このねタイプスピードの微振動ですよね、もしくはまあタイプパワーでもいいですけど、チャターのこの攪拌する波動とこの振動がテールに伝わってテールがビリ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 となりながら来てくれます。ものすごくベイトライクで、タイプスピードのスピードもね活かせるんで、でこれがフルスイングとかをトレーラーにしちゃうとタイプスピードなんだけどスピードは活かせないんだよね、ゆっくりシャローを引いてくるのには適するんだ。だけど、ちゃんと沈めてかつスピードトリックで騙していきたいよっていう、もうタイプスピードのね真骨頂をより、出していくんであれば、フィッシュローラーのね4インチ、これて、トレーラーで抜群にいいですといった感じの、まあリグの紹介になるかな。うん、フィッシュローラー一重で言っても、ホバストミドストだけじゃないよっていったところは皆さん覚えておいた方がいいと思います。凝り固まっちゃうとその分ね、どうしても超過っていうのもね下がっちゃうんで、いろんな使い方があるっていうのを知っておくだけでもフィッシュローラー単体でねいろんな使い方ができるんで、ここぞっていう時に、まあ、いろんなリグ試してみてください。よっしゃ食った、ホバストでかそう、こんにちは。ああバレた。最後にタックルね、タックルですね、タックルはもう僕が最近もうメインで使ってるのはもうこれ、グラディエーターマキシマムですね、レイルジャパンのグラディエーターマキシマムの、マックスクイーンと、もう一本、グラディエーターマキシマムの、マックスフィクサーです。このマックスフィクサーの方なんですけど、そのロッドの特徴としてはね、6フィート1インチっていう短いねショートロッドのウルトラライトっていうサウンドになります。でそれのソリッドティップが搭載されているよと。なのでティップがね、すごく繊細です。はい、繊細でかつこうシャープに上がってくれる。だけど、まあパッと見たらわかるかな、太いんだよね、バットとベリーとこの辺ぐらいまで太いかな。ここら辺からね急にスーッと細くなっていく。こうしたら分かりやすいかな。ティップでものすごくシェイクがしやすい。はい、シェイクがものすごくしやすいんだけどきちんとパワーは兼ね備えている。ウェイトも超えるんだよね。基本的にはもう3インチの、フィッシュローラーであればもうミドストね、
ジグヘッドを用いたミドスト。特にまあウェイトで言ったらそれで 2.2g ぐらいまでは全然余裕、下手したら 3.5g もいけるかもしれないね、マックスフィクサーのねジグヘッドの3インチのフィッシュローラーであれば。で、あとはまあ3インチそれ以下だよね、3インチのホバスト、この辺なんかもマックスフィクサーでやってます。で、このマックスフィクサーに使ってるリールとか糸なんですけど、リールはねもう2000番もしくは2500番のリールであればまあ問題ないです、それなりのものであればね。あんまり安いと今度ドラグとかでね、魚やられることになるんで、まあ1万円台以上のリールで2500番台で、2500もしくは2000番台を選んでもいただいて、で、糸なんですけどこれね今僕がつけてる P です、 P の 0.4 もしくは 0.3 に、まあ、リーダーですね、リーダーが4ポンドっていうセッティングを組んでます。過去のねこのセッティングっていうのはねあまりお勧めしませんよっていう風に言ってたんですけども、このセッティングでやる最大のメリットは飛距離 0.3、0.45 っていうね、ライン、細いね P ラインを使ってますので、3インチのホバストとかでも結構飛びます、ね、しっかり飛びます。でラインも、リーダーですね、リーダーも、最初ね8ポンドとか使ってたんですよ、切れるのが怖くてね8ポンドとか使ってたんですけど、8ポンドだとね糸が太くなる分動きが硬くなっちゃうんですよね、うん、動きが硬くなる。であと糸なり音もちょっと気になるっていったところで、4ポンドやっぱりこれがベストです。でその4ポンドにすると、まあ、しなやかに動いてくれるし、糸も見切られにくい、糸なり音も少ない、なので4ポンドがおすすめなんですが、P っていうのはあのショック衝撃をね吸収してくれません。なのでリーダーにかかる負荷が半端じゃないんです。特に一番切れる瞬間っていうのは合わせフッキングですね、魚が食った時にバシッってやっちゃうとプチンってすぐ切れます、はい、じゃあどうするか、これですね金森隆さんがこのセッティングやってます。で金森隆さんの釣りをよーく見てる、もしくはちゃんと真似した人はこのセッティングを扱えるんですね。このセッティングをもし使いたい、ちゃんと飛距離を出してちゃんと感度よく、きちんとしたタックルで、専門的なタックルで、ホバストとかをきちんと使って釣りたいぜっていう人アナウンスしておきます。まずフッキング、はい、フッキングの時に一番ブレイクが起こるんですが、フッキングの時にはスイープフッキングをしてください。バシッっていうフッキングは NG です。このフッキングが癖ついちゃってる人はラインブレイクを起こしますんで、食ったらスイープ、食ったらスイープ、ね、スイープフッキング、こういうフッキングね、ゆっくり巻いてスーッとこう、こういうフッキング、バシじゃなくてゆっくりスッと持っていくようなフッキングね、このフッキングをきちんとねするボリフッキングね、トルクフッキングとかばっかりやってる人はちょっとねこれこのフッキング苦手だと思いますね。思わず当たりが来たら癖でついついバシってやっちゃうと思うんで、それを徹底づけていただく。でスイープフッキング苦手ですとかいう人たちはですね、もう一個コツとして、グリップですね、握り方があります。2フィンガーで基本はこうやって持つと思いますね、ほとんどの人が。ただこの釣りをするとき2フィンガーだとシェイクがたるい、ね、腕が疲れる、きついっていうのもあるんで、全部の指をここで握ってもらう。これで、ここだよね、まあ、薬指とか中指あたりでこのねグリップをこう押す感じ、クイッ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 クってこう押すようなイメージでやってあげると、シェイクがねこう出ます。はい、でこれで繊細に誘ってもらって、このここを持っていただくことによってよりフッキングの時に竿が長さがね短くなってるんで、フッキングの衝撃を和らげることができるんです。ショートロッドをさらに短く持つことでね、長い竿を煽るのと短い竿を煽るのではやっぱり、煽られた時の、ね、引っ張られる力加減とか引っ張る距離が違うからね、短くすることによってちょっとね強めにフッキングしたとしても、まあ短い竿でフッキング入ってることによって、その衝撃をちょっと緩和することができる、ね、こう持つよりはっていったところで、握り方はもうこうがいいです、絶対的に。でもそこまでやったらウルトラライトでしょ、ね、たらりさえ柔らかい竿でソリッドチップ入っててウルトラライトで、それで伝達率を下げる、ね、もしたらスイープフッキング、針貫通しますかっていう人いると思うんですよね。大丈夫、貫通します、なぜなら P だから。はい、P は、衝撃をね分散しないのでダイレクトにね針に、衝撃がいっちゃうんで、
それを弱めたとしてもきちんと貫通するし、あとはね、ファイト中に魚の重みで勝手に刺さっていくんで、はい、安心してください。で、もう一個コツ、リーダーの長さ、これが、肝になります。二ヒロです、僕のやってるのは一ヒロ、ね、大体一ヒロって言いますけど、一ヒロとか、まあ、1メーター50ぐらいとかって言ったりしますけど、僕の場合二ヒロです。こう広げてもう一回広げた分取ります。だから大体3メーターぐらい、リーダーそれぐらい取りますね。要するに短くなればなるほど、リーダーが短くなればなるほどリーダーが伸びませんね。長くなればなるほどリーダーは伸びます。もっと言うとナイロンラインがいいです、はい、糸の伸縮率っていうのを高めてあげることによって衝撃を緩和してくれます。はい、これを短いリーダーでやっちゃう、ショートリーダーでやっちゃうと一発で切れるんで長めに取ってください。そうするとこのセッティングできちんとバスを釣ることができます。はい、とはいってもそこまで専門的にホバストやらないんです僕っていう人もいると思うんですよね。そういった人にはマックスクイーン、はい、もしくはマックスフィクサーでもいいですけども、リール2500番2000番台に対して、4ポンドフロロカーボンもしくはナイロンラインの4ポンドこれを巻いてくださいね。もう P じゃなくて、それでも十分扱えます。はい、ただ飛距離はやっぱり PE の方が出るし、操作性っていったところも PE の方が、いいので、そこは足からず。で、マックスクイーンでこれを使っていく景色っていうのはもうさっき言ったマックスフィクサーよりも重いものですよね。主に4インチを使うときにはマックスクイーンになります。ホバストでも4インチ、使うならマックスクイーンでも十分で、マックスフィクサーでホバストで4インチっていうのも全然 OK だけど、ジグヘッドで4インチ、ミドストラね、ミドストで4インチってなったらちょっとマックスフィクサーきついよ。だから、マックスクイーンの方がいい。表記はこれね、64の L だったかな。フィクサー、マックスフィクサーと同じソリッドティップが入ってます、はい、なのでシェイクがしやすいね、かけた時の衝撃を逃がしやすい、ね、切れにくい、そういったところの部分ですごく重宝します。でショートロッドの方がキャストも決まりやすいですし扱いやすいで、ソリッドティップが入ってることによってシェイクをした時にね、非常にねミドストとかホバストとかがものすごくやりやすいです、この2本特に。なので、もう究極おすすめするのはこれです、マックスフィクサーとマックスクイーンで、マキシマムちょっと高いです、持ってません、買いたくないです、高いですっていう人もいると思うんですよね。そういった人たちはアンチ、グラディエーターアンチね、これよりもねだいぶ価格が抑えられて使うことができます。ロッドで言ったらマックスフィクサーと同じですけども、レングス6フィート1インチのウルトラライトの、ソリッドティップ付きの、フィクサーですね、グラディエーターアンチのフィクサー、あと、ディフェンダー、はい、この辺かな、この辺をおすすめします。ぜひ皆さんも、使って現場でねいい魚、フィッシュローラーで釣ってください。よし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 、おーでかい、よっしゃーでかい、うー今のはミドストが良かったね、イエス、ふぅフィッシュローラー4インチの 1.3g ミドスト来たー、4号はいったね、おい、ジャスト45ってとこじゃないですかね。いい魚来た。ほらお腹もねやっぱ結構大きくなってきてる。やっぱね早春の個体で、まあ、あの動きのねまだ鈍ってる魚ではあるんだけど、それでもちょっとこう
中層とかね、そういったところを意識している魚っていうのはもちろんいるし、で、まあプリスポーンっていうには早いけど、やっぱりこうやってちゃんとね餌食ってる、プリスポーンじゃなかったとしても、でスポーンならスポーンでやっぱり少しやっぱねメスバスのだけあって浮く、うん、尾びれもね長めので、顔もね、ちょっといかつめ、体高のあるいい